ちは。今日は奈良県の高野山にやってきました。中野橋駐車場に停めました。本当は金剛峯寺目の前の駐車場に停めたかったんですが、いっぱいでした。ここが奥の院入り口です。手を清めてから行きましょう。関西に住んでたんですが、高野山には行ったことがなく、巡礼したいなと思ってました。今回はサクッと巡礼コースを案内したいと思います。じゃん、御朱印帳買ってしまいました。かっこよくないですか。高野山行く予定をしていたのに、家に御朱印帳忘れてきちゃったんですよね。奥の院は先ほど駐車場から弘法大師御廟まで1キロもの参道が続きます。樹齢何百年もの杉の木に挟まれた道を歩いてきます。その間奥の院墓地があります。ここは織田信長をはじめ戦国武将のお墓があります。奥行き2キロ、横幅考えるととても広く、ちゃんと回るにはガイドが必要なほどです。この辺りは企業の慰霊碑になります。お墓には詳しくないけど、こんなのがあるんですね。企業墓を持つことはステータス、目立つ位置は宣伝にもなるらしく、確かに大手企業ばかりです。この辺りからは時代を感じるお墓が目立ってきます。他に有名人だと武田信玄、上杉謙信、石井三成、明智光秀や松尾芭蕉などのお墓があります。御朱印をもらえます。御朱印いただきました。水向け地蔵です。多摩川の水を仏像に手向け、願いを叶えてもらいましょう。柄杓ですくい足元にかけます。15体いるので大変です。足元から地蔵まで距離も意外とある。柄杓をもっと長い絵にしてほしいです。えいやとしないと届きそうにない気がして、本来は優しくしないとなんですが、つい勢いよくかけてしまいます。後で知ったのですが、全部にしなくても良いそうです。一つの仏像に手向けるだけでも構わないらしいです。水かけではないので水をかけないらしいです。どちらもみんなしてましたが、詳しくは分かりません。でも手を合わせお参りしてれば、多少の無作法はお許ししてくれるでしょう。柄杓は手を清めるもの、優しく足元にかけるもの。お参りの仕方、少し書いていただけるとありがたいですね。はい、全員お参りすることができました。御廟橋です。ここから先は撮影禁止となります。この下に流れるのは多摩川で、先ほどかけた水です。この橋を渡ると大師御廟の霊域になります。拝殿にあたる東道堂が見えます。昔は東道堂入る前にこの多摩川で身を清めてから向かったらしいです。御廟で空海が永遠の瞑想へ入ったと伝わり、今でもそこにいるということで食事を届ける儀式があります。そのせいかとても神聖な雰囲気でした。また外国人の方の姿もとても目立ちました。はい、ここが休憩どころになります。本格的巡礼だとかなり歩くので、こういうところは大切ですね。無料でお茶など飲めます。裏を見てみると鐘があります。鳴らしてみます。
先ほど空海が永遠の瞑想をしたということで、ここにはミイラがあるという伝説もあるようです。人によってはお墓もあるし、ちょっと怖いと思える方もいるかもしれませんね。まだまだ回らなければいけないので、またお墓を通りながら戻りたいと思います。歴史に移せなかった方面のお墓を移しながら、次は金剛峯寺に向かいたいと思います。金剛峯寺まではここから約30分ほど歩かなければなりません。今回はサクッと順で、昼過ぎにはこの辺りを出たいので車で移動したいと思います。車だと10分もかからずすぐです。奥の院はただお参りするだけでなく、はじめに話したようにお墓巡りやお地蔵様巡りも楽しめることができるようです。高野山サクッとコース参考になりましたか？行った気になったという方もぜひこちらポチッとしてくださいね。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は日曜20時八甲田山です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです、していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。